ニハスクリスです。はい、今回もね、またね、動画を撮っていくんですけど、今月ね、はい、11月になったってことでね、毎月恒例のね、体重測定をね、チャモさんと一緒にしていこうと思います。はい、今回からはね、前回お迎えした、ハイナントカゲモドキのね、ドラがいるんで、その子もね、追加して、測っていこうと思います。これでね、エリマキトカゲのトトと、ハイナントカゲモドキのドラのね、2匹がね、多分ね、一番成長がね、伸び具合があるんじゃないかなっていうのが、思いますね。それじゃあね、チャモさんから測っていこうと思います。毎度恒例ですね。ちょっとね、さっきまでね、この子ね、ちょっとご飯を欲しがってたんで、ちょっとだけね、人工飼料あげたところなんで、もしかしたらちょっぴりね、重くね、出てくるかもしれないですね。それじゃあ、早速、測っていこうと思います。行きましょう。はい、まずはね、チャモさんからですね、いつも通りですね。チャモさんね、ちょっとね、今日はね、走り回ったり、まあ、ちょっとね、平安歩させてあげたりね、あとはご飯を食べたりしたるんで、ちょっとね、そろそろ糞をね、しそうな予感がするんで、ちゃちゃっとね、やっていこうと思います。すごいカメラ目線してますね。まあこんな感じでね、すごい可愛らしい子なんでね、どこまで首をかしげるんじゃお前は。まあ、この子ね、女の子なんでね、チャモちゃんなんで。まあね、まあ、この子、今ね、ちょっとね、わかりにくいけど、ここと、あとね、こっちの、あ、やだか。よいしょ。この手、右手と左後ろ足が、ちょっとだけね、脱皮しかけてるんで、白っぽくなってますね。はい、それじゃあね、やっていきましょう。この子もちょっとね、暴れたがるんで。ああ、この子はね、やっぱりね、狭いところにいるのがそんなにね、好きじゃないんで、ちっちゃい頃から。よいしょ。ああ、やったね。よいしょ。ちょっとだけ我慢してもらおうと思います。ちょっとだけなんでね。はい。はい。一応ね、330g ですね。はい。まあね、なんとか測れましたね。よいしょ。こんな感じでチャモさんもね、ギリギリですね。この箱には入るの。前回のね、箱はね、ちょっとね、まあいろいろあってね、捨てちゃったんで、今回はね、まだこの大きさのね、箱に入ってもらってます。まあ、330g だったら多分何 g かはね、ちょっとね、変わってると思います。それじゃあね、結構ね、今回は1、2、3、4、5匹 ?5 匹分ね、多分体重測定するんで、ちょっとね、行こうと思います。それじゃあね、次の子に行きましょう。はい、続いてね、絶賛脱皮中のね、トトなんですけど、まあ、この子はね、やはり、いつも通り威嚇してますね。ちょっとね、キューキュー鳴ってるんですよね。まあ、手の上乗ってね、5分ぐらいしたらね、落ち着いてくれるんですけど、やっぱりケージから出すときはね、すごい暴れますね。ね、怒らないで。でね、見えるかな、結構脱皮してるんですけど、よいしょ。こことか、ここら辺とか、あとこれも脱皮の殻ですね。あ、いや、やだね。はいはい。でさっきね、ケージから出すときもね、すごい暴れたんで、こんな感じで。脱皮の殻が何枚かね、もうちょっとさっき床に落ちたんでね、後でね、掃除をしようと思います。そしたらね、体重を測っていきましょう、この子も。よいしょ。一番この子がね、よいしょ、逃げ出す確率が高いのと、走るとね、めちゃくちゃ速いんでね、注意してあげます。よいしょ。お!さあ、なんと体重 83g。結構大きくなりましたね。83g です。いいですね。トトもね、相当ね、体重の変化が出てきましたね。この子ね、やっぱりね、落ち着いてくれるとね、いい感じにしてくれるんですよね、こんな感じで。まあでも、結構ね、襟のね、色とかも、ちょっと赤みが強くなってきましたね。もともとはね、本当に黄色っぽい色だったんですけど、結構赤くなりましたね。あと上でチャモさんがちょっとご飯を食べてますね。ガタガタ鳴ってるんですけど。よいしょ。大丈夫、大丈夫。で。そしたらね、トトもね、ちょっとこれでね、ケージに戻してあげて、ああ。はいはいはい。戻してあげようと思います。はい、ちょっとね、こっからね、この子にもご飯をあげようと思います。それじゃあ次の子に行きましょう。はい、続いてはね、多分ね、いつもの順番通りのね、西アフですね。
こっちの子がね、オレオのね、冬くんで、もう一匹ね、今ね、隣にいるんですけど、こっちにいる子が、よいしょ。こっちがね、ノーマルのマロンちゃんですね。はい、それじゃあね、2匹ともやっていきましょう。まずはね、お迎えしたのが早いんで、マロンちゃんから乗せていきます。よいしょ。さあ、体重が 55g ですね。はい、まあ多分、そこまでね、変化はないと思いますけど、体重は減ってはないですね。まあそれだけでね、十分です。結構この子もね、もう、アダルトになりかけてるんで、ほとんど。今だいたいね、生後1年半ぐらいは経ってるんで、確実に。なんでそろそろもうね、アダルトになって、多分安定してくると思います。よいしょ。そしたら次はね、こっちのね、オレオの冬くんをね、測っていこうと思います。この子はね、結構ね、やっぱりオスの子なんですけど、まあ、オスの子だからなんですけど、すごいね、大きくてね、体重もそこそこしっかりしてますね。それじゃあ、測っていきます。よいしょ。はい。でりーん。お、体重 78g ですね。時々ね、測ってるんですけど、ちょっとね、落ちましたね。前は体重80g あった時もあったんですけど、まあその時と比べるとね、少し落ちたかなって感じですね。まあ 78g でもね、十分大きい方だと思います。めちゃくちゃ大きいわけじゃないけど、まあまだ生後1年ちょっとなんで、この子は、これからもう少しの大きくなるかもしれないですね。はい、こんな感じでね、西アフリキの体重測定はもう終わりですね。よいしょ。まあね、この子たちもね、結構ね、お迎えの時から比べたら全然大きいんで、もうあとはね、健康に育ってくれればいいですね。こんな感じで色味は結構違いますね。それじゃあね、最後、ハイナントカゲモドキをね、測ってあげようと思います。それじゃあね、行きましょう。はい、そしたら最後ね、この子なんですけど、この子はね、ちょっとね、動きがね、多いんで、ささっとね、やっていこうと思います。まだね、ちっちゃいんでね、こんな感じで。結構ね、まだベビーなんで、ちょっとね、ささっとやってね、終わってあげようと思います。それじゃあ、乗せていきます。はい。6g ですね。まあ多分ね、直近でね、教えた体重とね、変わってないと思うんですけど、この子ね、お迎えした時が 4g だったんで、そっから考えるとまあね、2g、まだ1ヶ月経ってないので 2g 増えたって考えればね、まだ成長はまあ普通なんじゃないかなって思います。はい、まあ今回はね、こんな感じでね、最後にハイナントカゲモドキの、体重を測定して終わろうと思います。まあ、この子が多分ね、一番まだね、大きさ的にも成長すると思います。トトもね、大きさ的にはね、すごい大きくはなるんですけど、割合的にはね、この子が一番わかりやすいかなと思います、今だと。はい、それじゃあ今回はね、こんな感じで11月の、毎月恒例体重測定をやっていきました。今回からはね、ドラもね、追加されるんで、ぜひね、見守ってあげてください、温かく。それじゃあね、もしよかったらね、チャンネル登録、高評価もお願いします。それじゃ、バイバーイ。